けてる。痛い。ごめんなさい、私のこと。それはいいけど、痛いよ。何やってんですか。ドキドキする。どうすんの、こんな時。あれ、わかんないよ。どうしたらいいのかわかんないんだけど。僕にできることお茶なんてかけてどうするの？わかった。ちょっとズキズキします。それが、その…わからないんだ。混乱してる時に、視界の端に誰かいたような。同じく。多分、同じく。ありがとうございます、先輩。ずっとお茶お茶叫んでたから。感謝っす。先輩にも同じだけ。私、付き添います。先輩方は帰ってて結構ですから。うむ。待ってます。どうも。そうですか?大人っぽい人たちで、私一人子供で。そりゃユサちゃんにしてみたらずっと年上だぞ。でもいい人たちですね。あの人たちも。はい、すごく。堂島さんってもしかして群青に？はい、そうみたいです。本当は私立の付属校に行く予定だったんですけど、
適応試験でやっちゃって。そうそう、うちの学校いじめは絶対認めないから居心地はいいですよ。はい。ちょっと、この子が入ってくる頃には私たちいないんじゃないの？鼻の下伸ばしてバッカみたい。何よ。よせって、東島さんが怯えるだろ。最初の騒ぎで誰かに踏まれたな。こいつはそう簡単には死なないって。バカな海水浴だな、これ。まあね、
くん？ごめんなさい。気になっちゃってダメですか？おや、もうできましたか？私、逃げてるんでしょうか？そう、見えちゃいますか？見抜かれてましたか？ケケ君に心配されるくらい不安定だったんですね、私。君にこんなこと言われるなんてびっくりしました。ありがとう。だってみんなバラバラで、このまま無惨するみたいで。だって君はなんだか動機が不純。でも確かに私、意固地になっていたのかも。でもペケ君嬉しそう。何してんのさ。部中はないだろう。部活か。
ほれ。太一はどうしてそんな熱心なん？わけわかめだよ。おいおい、お前自分でこんなものに起こしておいてはぐらかすなよ。どうして部活なん？質問だよ。帰る。気を抜いてくれてありがとう、太一くん。生きがいね。けど生きる糧があるならそういうのもいいけどさ。こういうのって いや、お茶じゃないから。それで、それだけで。あるじゃん、別に物資探すとかさ。絶望を確認することしかできないかもよ。太一の考え、どうしてそんな楽しそうなんだ。本当信じられないね。僕に分かるのはこのアンテナとモービル用機材の決戦だけだ。なんだよ、もうちょっとそれっぽく感動とかしろよ。そうは見えない。ひでえ。へいへい。じゃあ機材調達してくる。太一、てっきり姉貴と仲直りしろとか言うのかなって思ってた。姉貴を手伝えよ、弟だろって。これからも普通に友達してやるよ。そういうの嫌いじゃないから。